たら水の色。オッケー、食った食った食った。店開けるよ。おはようございます。はい、おはようございます。本日はですね、前回、フィレオフィッシュ作ったと思うんですけれども、作りましたな。まあ、フィレオフィッシュの味しめて、まだなんかブラックバスでできることないかなって考えたんですけれども、あれ、美味しかったからね。はい。はい、1個まだありました。何ですか？汚い池のブラックバスっていうのは美味しいんかなっていう。美味しくないです。やってないか分からないけど。と、はい、いうことで本日はドブ池に来ました。釣りビンゴの一回途中でも行ったと思うんやけど、まああのね、岸川が匂った、あの、うん、伝説の、はい、これは嫌。うわー、マジでじゃんけん負けたらさ、あの足匂ってくれん。最初はグッ、いいんじゃん。ほい、はい、これでしょ。おーい、うわー、マジマジ？マジ？その池に来たんですけれども、はい、まあ、そこでブラックバスをなんだか一本釣って、うん、それで食べてみようっていう。あの、ついでに一回ブラックバス刺身で食いたいよねっていうサブミッション。なので今回はまあ一応ガチ釣り、本気でバス釣りして、一本で。全然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 。もういいで。ということで本日もよろしくお願いします。はい、カメラマン岸川の。俺だって2月に野池来ることないよな。はい、とりあえず投げるか。あ、すごい、右腕がもうひっつき虫パラで。うわ、もう最悪や。そんな今日はでかいの釣れるな。ということでいきます。おはようございます。よし、本日は何通りなんですか？本日はね、はい、あの、生き餌2つ、ルアー1つです。めちゃくちゃ強気。もう怖いから。すごいやん。もうあの、芋ってんのよ、逆に。怖いからいっぱいやるよ。どうすんねん、50、50、48釣れたら。そんな同時で怒んのかよ。さあ、2本目。おはようございます。よし。こいつにだけ鈴。よし。あとは普通に釣りして、意地でも1本狙う。頼むで、マジで。おはようございます。いや、ちなみにここドブ池って言ったけどさ、やっぱ見てる人からしたらさ、ほんまにドブか分からへんやん。うん、ちょっと匂ってあげようや。なんでそんなことすんの。やめて。さあ、釣りますかな。こういう岩のね、ポイントはですね、まあ俺の経験上、一瞬でね、水が深くなってるから、深いところにこの時期バスいるから、そういうところ冬のブラックバスは好んでいるはずなんですよね。経験上知らんけど。もう料理チャンネルにしようかな思って。ブラックバスこの時期釣れへんし、とりあえず一本。あ、痛い。無音で痛いやつ。たら水の色、緑色とかじゃなくてなんか黄色やもんな。でもみんなさ、池のバスは臭いっていうイメージがあるから食ってないけどさ、いざ食ったらどんな味かっていうのは非常に気になるよな。もうバウンディいけんちゃう。え、バウンディいけんちゃう。あっちがむちゃくちゃ臭かったポイント覚えてる？あんな感じやろ。あそこがエグかった一番。なんとかならんかなこれ。ただいまの時刻1時半です。もう言わんでそんなこと。何があったかと言いますと。何があったか分かれよみたいな。何もなかったんや。よし、ちょっと頼んだ。もう行き一人でやっといてくれ。うん、俺はもう旅行ってる。探さんといてくれ。これが魚のあたりですわ。あ、だった。え、オッケー、食った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 。オッケー、食った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 。ルアーで食った、ルアーで食った、ルアーで食った。ちょっと待って、でかい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 。まさかのルアーで池じゃないの。よっしゃー。よっしゃ、ルアーで。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。天才や、天才や、ルアーで。お匂いの方は？ちょっと一回匂ってや。ゲロです。ちょ、お前も匂い匂っとけて、お前。やっば、これ食うのあなた。刺身で。行くぞ、行くぞ、行くぞ。刺身や、刺身。えい、さあさあさあ、こちらを本日はお刺身にしてまいりますね。料理されますよ。はい、任せてください。ってことでまずは鱗を取ります。ちなみに今日の料理はブラックバスの姿作りです。
姿作りっていうのはこちらの尻尾と頭を残してブラックバスの刺身ですよっていうのを大いに伝えた料理でございます。今回はブラックバスの姿作りなので今から内臓を落とすんですが、ちょっとグロいのでカットします。これがバスの卵よ。うわ、まっきっき、クレオみたい。よいしょ。さあ、内臓も取れたから今からは下ろしていきますか。専用の休憩所。さあ、今から片目をまず下ろします。これで中骨まで当たったのでお腹の方からさばきます。よっしゃ、これがブラックバスの片面ですな。ちょっとこれ今この距離感で見てほしい。わかる？このこことかこことかさ、ちょっと黒いやん。これがもしかしたら淡水魚特有の寄生虫である学校虫っていう可能性があるんよ。で、海とかやったらさ、あの有名なんでアニサキスっておるやん。で、アニサキスとは違った寄生虫なんやけど、この学校虫もし食って当たったら 3,4 週間後にあのお腹に 3,40 センチのミミズバレできるらしいよ。で、この学校地を死滅させるには60度のお湯で1分かマイナス20度のところで3、4日間冷凍する、この2択らしいんよ。でも今回ちょっと刺身やからこれはもう無視します。で、今これ片面おろしたんやけど、とりあえず今回はこの片面だけを刺身にして今から食いますわ。さあ、最終工程、今からこれを刺身状に切ります。これで刺身用に切れたんやけど、ちょっと多分みんな汚い下手くそやって思ってるかもしれんけど、人生で初めて魚を刺身にしたから許してほしいです。それじゃあ今からこちらを姿作りに盛り付けていく。ここにドーンって置いて、完成。ドブ池のブラックバスの姿作りです。あなた、あなた、すげえ。できたわよ。すげえ。ちょっと重たいから早く来て。すげえ。店開けるよ。もう天才や。いや、これすごいよ。天才よマジで。さあ食ってみようか。ここが一番なんかちょっと白身魚というかタイにも近い気がする。ものすごいプリプリやけど、これあのよく噛みや、よく噛む、30回噛も、30回噛む、はい、はい、っていうことで、はい、いただきます。え、飲み込んだ。目隠しで食ったら全然タイ、全然美味しい。嘘やろ、マジ。いや、俺食ってんで最初吐きそうやなって思って、バス食ってるから、うん、うわー、あのバスかって思ったけど、噛めば噛むほどね、なんかタラタラ白身魚、ドブの匂いはないないない、やばいって。あの飲み込んだらあかんかってな、そういえば。いける。いや、真似したらあかんで。あ、そうです。絶対真似したらあかんけど、絶対真似したらあかんけど、うん、一旦変わろう。いや、自分で作ったんやから。でも俺基本的に普段レモンつけるわ。売られもんね。そう、売られもん。売られんげみたいなな。はい、行こう。はい、いただきます。待って、マジでタイヤはないやろ。なんも、なんの臭みもない。うん、え、すごい。でもほんま、思わず飲み込んでしまう。あ、そう、わかるやろ、わかるやろ、こっちがわかる。うん、飲み込んでいいよ、全然。いやや。いやよ。いやー、ちゃんとタイやったな。ちゃんとタイやったな。タイというか、え、めっちゃいい匂い。いや、なんで燃やしてんの。まずそこや。いや、もう今からちゃんと美味しくいただくから。うん、こんなんもう、今一番すげえ。うん、まあ、タイの炙りや。あー、でもな、2回食べて今わかったけど、うん、喉の奥に 2% おるわ。日沈む、急げ、早く穴開かんぞ。これラストのよ、このバスが。全部のブラックバス結局さばいて食料が食いたいって言うから。もちろん最後まで食わせていただきますよ。